開催に先立ちまして、当園園長麻生エリックにご挨拶申し上げます。改めまして、こんにちは、園長麻生でございます。本日は、当園にお越しいただきましてありがとうございます。そして、陛下のお別れ会への出席ご参加本当にありがとうございます。陛下につきましては平成22年に、風化の8番目の子供として生まれ、以来、非常に人気者としてですね、園の中でも、皆さんに、大変愛されてまいりました。陛下に、代わって、私からもお礼を申し上げる次第でございます。そしてすでにご承知の方もおられると思いますし、その入り口にもちょっと飾らせていただきましたけれども、全日空の機内誌の今月号でも陛下の写真が、大きく取り上げていただけているところでございます。しかし残念ながら、今回、丸山の方にですね、繁殖のために移動するということになりまして、急遽皆様にも足をお運びいただいて、このような会を開催させていただいた次第です。ここに、お越しの皆様におかれては、動物園のことについてだいぶ皆さんお詳しい方も多いかと思います。動物園ではやはり一番の動物園の役割というのは、もちろんそれをご覧いただく来園者の方々に、お喜びをいただくことがあるわけですけれども、合わせて、使命としてまた宿命として持ち合わせている役割が、この希少動物を保存していくということです。で、レッサーパンダ今全国で270くらいおりますけれども、当然その中で、どんどんその繁殖を進めていかないといけません。で、そのために、動物園同士で、いわゆるその動物をお貸ししたりお借りしたりしているわけで、私どものいわゆるレッサーパンダ、もしエータが、これで出ていった後は8頭残りますけれども、そのうちやはり半分は、他の園のパンダでございます。何より、うちの看板であります風化も、日本平動物園の実は所有でございます。そうした中で、私どもとしては、やはりそのレッサーパンダの種の保存ということがやはり非常に大きな課題でありまして、ずっと将来にですね、このレッサーパンダを残していくために全国で、そして世界でもですね、いろいろ協力しながら、なんとかそのレッサーパンダの種を守っていく、こういった使命を果たしていく上で、非常に残念ながら今回丸山の方にエーターを移動させることを承知した次第でございます。ですから今まで愛していただいた皆さんにおかれては、引き続きですね、北海道に移りますけれども、エータのことを応援していただくとともに、私どもも園でもまたこの間6月に、風太の孫がまた2頭生まれまして、メス2頭ですけれども、こちらの方も名前を募集して、大変多くの方にご応募いただき、来月のズフェ
ェスタの方で名前の発表を行わせていただきます。どうかこれからもですね、レッサーパンダ、私ども千葉市動物公園、ぜひ今後ともよろしくお付き合いしていただければと思います。まあ、ちょっと大変寂しい気持ちでいっぱいですけれども、本日よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。では、これから瑛太の思い出話ということで、飼育担当の浜田からお話しいたします。おはようございます。おはようございます。瑛太君のためにこんなに、たくさん集まっていただいて本当にありがたいと思います。今日は、いつもと趣向を変えましてね、ここでお別れ会、思い出話をするということで、レッサーパンダですけどもね、特に瑛太君、出生にはちょっと面白いエピソードがございましてね、瑛太君の前のチータクータというね、兄弟が生まれまして、うちの方が、獣舎の方が手一杯になりまして、まあ、翌年、まあ、お休みも兼ねて、父の方は出産を控えてもらったんですけどもね、その翌年もあまり状況が変わらずね、ふみちゃんの嫁さんもまだ決まらない、ふみちゃんの旦那も決まらない、くーたくんのお嫁さんも決まらないという状態でね、ちぐらいになってて、どうするんだという話になりました。その時にね、震災の年に新しく獣舎が建つという計画が初めて分かりまして、急遽3月、10年の3月にね、もう一回繁殖をさせようということでペアリングしてできたのが、この瑛太君とクータ君なんですね。ちょっと出生にはちょっとしたエピソードなんで、ご紹介したいと思います。今回はね、映像を見ながらやろうということなんですけどもね、レッサーパンダたちね、昨年の瑛太君、コウタ君の、あ、今年の、ま、昨年のコウタ君の時に若干子供の頃の映像を出しましたけども、実際顔がわかるのというのはね、かなり経ってからなんですね。これね、なんか変な顔になってますけどもね、目がついてなくて実は首を持ってるんでね、これ、8月の高校の日、約1ヶ月ぐらい経った時ですね、生まれて。この時にね、初めて大体顔の、それまではどこで、お兄ちゃんか弟か区別してたかというと背中全体の色で区別してたわけなんですね。大体これぐらいになると顔の区別がつきるようになります。だんだん黒くなってきたのがよく分かると思いますね。瑛太君生まれた時から結構慣れてましてね、これで8月の20日ですから、まあ、これも同じ写真ですけど、結構もうこうやると動き回ってね、まあ、竹はまだ食べてなかったですけどもね、まだ真っ黒で茶色が出てないでね、まあ、こんな感じですけど、ね、ママみたいだね。これが9月の10日ですね。これテレビ撮影のために初めてね、お外に出したわけなんですけど、ビデオ撮影の時にね、朝早くですのでまだお掃除をする方がね、後ろの方に映ってますけど、ね、もうこの頃になるとね、なかなかじっとしてませんでね、うろ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 するわけなんですけど、まあね、ご覧の通り順調そうにね、瑛太君育ちまして、これが公開の日ですね。皆さんこの時に初めてね、瑛太君と会ったわけなんですけども、9月の18日ということでね、実は、うちのレッサーパンダで一番早く、まあ、生後早く公開したのがこの瑛太君とコウタ君なんですね。なぜこんなに早く公開したかというと、メイメイ、メイメイじゃなくてお母さんのチーチーがもう4回目の出産ということでだいぶ慣れてたので、屋内展示場にね、育児の最中に移せてたんですね。ですから屋内展示場に最初に公開できますのでね、だいぶ早い、正確に言うと80日弱ぐらいでね、今回の孫たちはだいたい90日、前回も90日前後で見せているのに比べて約2週間ぐらいは早くご覧になれたわけなんですね。
これが初の講師用ですね。まあ瑛太君相変わらずやんちゃなんですけどもね。これは後ろのパドックですけどもね。瑛太君リングはみ出てますけどもね。それを、お兄ちゃんの光太君がじーっと見てるところがちょっと印象的ですけども。これがね、もう12月になりましてね、もう木に一生懸命よじ登ってね、青い空にバックでね、若干ちょっと黒がね、潰れちゃったんでね、そこだけちょっと、上手に立ってますね。これ僕は自分で個人的に絵はがきにしましてね、脇っちょにサブタイトルで風太二世誕生かっていうぐらいね、立つのが上手なんですけどもね、なぜこんな立つのが上手かというのはね、後でエピソードをねあるんでね、なんか違う生き物のように見えますけども、これは実はやはり絵画なんですね。これは最初の感冒という時期なんですね。毛の抜け替わる時期の絵画なんですね。なんか違う生き物のようでね、まあ、うちの風太くんね、この感冒というのはすごいわけなんで、やっぱそういうのもよく似てるのかなというところがありますけどもね、この感冒の時期だけを見るとね、風太によく似てるんですけどね。まあ順調に育ってくれた瑛太くんなんですけどもね、これうちで育った、8頭の子供たちのグラフなんですね。成長のグラフ、一番下の方にあるのがありますね、青いのが。実はそれが瑛太くんなんですね。グラフを撮ってる時にね、こいつ成長があまりにも良くないなと思って見てたんですけども、なぜこんなに成長が悪かったか、後で推測してみますと、瑛太君と風太君と、瑛太君と光太君とお母さんの、チーチーというのがいますけども、その3匹を実は、2月まで同じ部屋で飼ってたんですね。なぜ同じ部屋で飼わざるを得なかったかというと、工事があったからなんですね。で2月にね、お母さんの方はふみ、ちゃんが出ましたのでね、ふみ、ちゃんの後に行きまして、その後にね、メイメイが来ましたのでね、メイメイが来ましたので、その時に獣舎が初めて立ち終わった時に、彼ら2匹は、兄弟別々の部屋なんですね。ですので、300日ぐらいですかね、あそこからギューンと一生懸命伸びてるのはよくわかると思いますね。あそこからは自分だけで自分の分のご飯を食べてるのは、ね、お兄ちゃんに取られ、お母ちゃんに取られだったのが、全部自分で食べられるようになったんで大きくなったわけだ。もうね、これはもう瑛太君ね、まあ成長が悪かった割にはね、足もちょっと短いし体もちょっと小さいんですけどもね、でだいぶ成長良くなりましてね、その短い手足をがあの特徴でね、木登りが大変上手な子にだんだん育ってきましてね、あんな細いところでもね、こんなところに立ってるわけなんですけど、これはね、体重測定の様子ですね。愛嬌もねだったんですのでね、体重測定の時もしっかり愛嬌を振りまいてますけども、これ2011年の時で今 6300g ぐらいですけども、まあ瑛太くんね、今どぐらい歩きますかっていう、よく聞かれますけども、大体7キロぐらいで行ったり来たりですね、レッサーパンダの体重としてはちょっと大きめなんでね、ちょっとメタボになりかけてるのかなってちょっと心配してますけど、これちょっと面白い写真でね、これ屋内室内にね、ああいう覗き窓があるんですね、下のようなね、実は瑛太くんこれから首を出そうとして、ね、一生懸命鼻を突っ込んでるところなんですね。これは紅葉バッグにね、実はこの、12年の12月というのは昨年の12月ですけども、お兄ちゃんの光太くんとね、いよいよお別れということでね、光太くんの方は、埼玉の子ども自然動物公園の方に行きまして、
リリーちゃんというね奥さんと、もう今年2匹の男の子をリリーちゃんを産みましたのでね、まあ増えていただいてるんですけどもね、まあ今年の秋ですね、細い木の上でねバランスを取らせながらねお客さんに、彼を使うとね、細い木の上でバランスが上手に取れるレッサーパンダをしっかり演出してくれるんですけどもね、お兄ちゃんの、今使ってる、クータ君っていうのはねちょっとバランスを取るのが若干下手なんでね危なっかしくてちょっと怖いんですけど、まあ、こんなエタ君ですけどもね、とうとうお別れの時期が来てしまいましてね、最後にちょっとしみりとね、まあね、エタ君いつもとはあえて遠くを見てる写真がたまに撮れるんですけどもね、今度ね、札幌の丸山の動物園に行って、エタ君はね、何をこうやって見て、暮らしていくのかなと思って締めたいと思います、よしお母さんのじいちですね、本当にご清聴ありがとうございました、この後ね、数分ですけどもね動画をお見せしたいと思います、動画なんですけどもね、まず一つ目はエタ君得意のジャンプのシーンをね、特集してくれたお客様がいたのでいまして、じゃん、結構これをやっててお客さんはウケるんですけどもね、やられてる本人はね結構痛いんですねそうですね、エタ君、まあ、今ジャンプして飛び散れるのはエタ君だけなんですけどもね、学校タンクのいるところですね、持ってないのにね、なんかちょっと警戒してでも欲しいなって、全然空なんですけどねでもないよってやるとチェッて感じしてねポロッと言ってしまう、まあね、こんな感じでね皆さんに親しまれていたんですけどもね、今度はね、まあ、もっと貴重になるのかな、エタ君の生まれた、まあ、どっちがどっちだかもう正確にはわからないんですけども、これチッチがね出産直前のシーンなのでね、で今プチプチやってますけどもね、タイマーシした方がいいかな、で今股を広げてお腹のところを舐めてるんですけども、多分もうこのぐらいには生まれてるんじゃないかという感じですけどもね、足を広げてるのは分かると思いますね、ちょうど、ここが後ろ足ですから、こういうふうに広げてお腹を舐めてるというシーンなんですね、実はもうちょっと経って動くと、子供が生まれたのは分かるという感じになるんですね、生まれてすぐまた戻ってくるんですね、産んで一回外出たらね、これ1子目が生まれた時なんですけどもね、うちの方はこうやってビデオカメラああやってくわえて動かすわけなんですね、まだ、胎盤というね、のもついていますし、今ベロ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 多分舐めてるところだと思いますね、実はね、これ第1子目なんですけども、この時、チーチーが第2子目、まあ、ビデオ上は第2子目は外で産んでるんですね、よし、ここに1個いるの
けども、もうちょっと経つと2つになっちゃいましたね。加えて入ってきて1個こうやってね、まあ、この時を、うちの方がね、まあ、ちょうど日付をまたいで産んでしまったのでね、出生日が瑛太君、まあ、一応こっちに後から来た方が瑛太君ということになってますけども、まあ、どっちがどっちなんだかね、本当は最初から最後まで謎のままなんですけどもまあこれはこのまま撮っとこうかなと思いますんでね、こういう映像を見ながらね、これはまあ流しっぱなしにしてね、もうそろそろ時間ですのでね、終わりにしたいと思います。この後ですけどもね、皆さん、アンケートとかメッセージカードを大変かありがたいものを書いていただきましてね、このメッセージカードの方はね、できれば瑛太君と同じに届けたいんですけども、まあ、若干ずれるかもしれませんけどもね、丸山の方に届けますので、気にし終わった方は、外で待ってる係の方にポンと置いてくれるのでね、お渡してあげてください。アンケートも同じようにお願いします。で、筆記用具はここに置く場所があります。それから、この後はね、瑛太君に、リンゴをあげますので、お時間のある方はぜひね、瑛太君の奉仕場の方に、行ってみてください。科学館出ますとね、正面に反対の女の子立ってますのでね、そちらの方に行っていただければ。もしね、後から来たお客さんでね、もしメッセージカードが書きたいとかいうお客さんがいましたら、ぜひ言っていただければ係のものがね、外で書けるようにしてありますのでね、お願いしたいと思います。では、皆さん、焦らずに、私が出てかないとどっち見てリンゴをあげられませんのでね、のんびりと移動していただきたいと思います。今日はね、たくさんの皆様どうもありがとうございました。どうぞ、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。見えるかな。バイバイ。びっくりしちゃうな。昔いたふみちゃんなんかはね、お別れ会したら、みんなで全国のために。もう全然わかんないよ。誰もいないよ。ただあの子が、見える？何も食べ
べてるね。自分で食べて、手で食べてる。あ、見えるよ。あ、パンダいるよ。いいよね。瑛太くんもね、北海道になってもまたこうやって引っ付くのかなって思ってね。向こうの担当さんに熱い宣伝をこうやってね。かわいい。向こう食べてる。大きくここから見えるから。もういい。今日はね、あと2回もガイドありますのでね、午後のガイドもね、次は、次のところはね、本日はご来園いただきましてありがとうございます。ご来園のお客様に催し物のご案内をいたします。本日12時より動物科学館レクチャールームにおきまして紙芝居会が始まります。本日12時より動物科学館レクチャールームにおきまして語りの会四つ街道の皆様による紙芝居会が始まります。参加無料ですので皆様どうぞご参加ください。本日12時より動物科学館レクチャールームにおきまして語りの会四つ街道の皆様による紙芝居会が始まります。入場無料ですので皆様どうぞご参加ください。多分わかんないね。ママがタコ切れば見えるよ。まあこれでね、今日お別れ会終わりますけどもね、午後からのね、あんなでかいリンゴはあげたことはないですね。いつも細っこいリンゴばっかり落とすなよ。ちょっと薄いリンゴだから今日はあれはあれ薄いリンゴだから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 薄いリ
半分ぐらい食べられちゃったのでおー、ちゃんと使ってる。ちなみにね、うちのレッサーパンダ面白い遺伝がありましてね、リンゴを舐める癖というのがありましてね、たぶんエタ君リンゴを舐める、ペロペロ舐めたように見えるかな。たまに一口食べるとリンゴをペロ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 舐めるっていう癖があるんですけど、この癖を持ってるね、レッサーパンダがね、秋田に行った、長男のゆうた君とね、浜松に行った、チータ君と、平川に行ったふうみちゃんと、メーター君なんですね。半分ずつ半分ずつってこうやって舐めるという癖が出てる。大変面白いなと。おいしい。北海道リンゴうまくないかもよ。そんなことはないな。でも、あれもできるんだよ。リンゴはパイパイは食べる。パイパイは食べる。お別れ会のね、参加されない方で、もしメッセージを書いていただける方がいらっしゃいましたら、後ろの方にね、うちの職員いますのでね、浜田さんいるかな、ぜひね、言っていただければ、簡単な絵描くのね、写真もありますのでね、ぜひもらって、メッセージを書いていってあげてください。お前も食べたの？嘘。持ちくたびれた、持ちくたびれたみたいなね、下に置いてあります。食べたんだね。この後ね、1時半からうちのまたガイドもありますのでね、ぜひガイドの時にも遊びに来ていただきたいと思います。さあ、お待たせした。すいません。ここ照明を見るね。ロケ自由。今日はどうもありがとうございました。
同じ新聞にここのパンダの。